俺と禰豆子は鬼舞辻無惨を倒します。起きて戦え。おーねーむ。では明日無限列車に。かすかだが鬼がいた気配が残っている。水の呼吸、死の型。そういうことは気づいたところで黙っておくのが賢い生き方というものなんだよ。今までみんなそうして生きてきた。強い鬼は何をしてもいいのよ。出陣ですか？ん？胡蝶か。鬼の新しい情報が入ってな。向かわせた大使がやられたらしい。一般大衆の犠牲も出始めている。放ってはおけまい。十二気づきでしょうか。おそらくな。上限かもしれん。難しい任務のようですが、煉獄さんが行かれるのであれば心配ありませんね。胡蝶、あの頭突きの少年を預かってどうするつもりだ。継子の枠を増やすとか言っていたが、そういうわけでもあるまい。別に取って食べたりはしませんから大丈夫ですよ。それはそうだろう。お気をつけて。雷の呼吸、水の呼吸。前へ。心を燃やせ。限界を超えろ。俺は炎柱煉獄杏寿郎。